キリスト教東方教会、東方天霊カトリック教会、ウクライナ東方カトリック教会キリスト教、西方教会、カトリック教会東方天霊カトリック教会、ウクライナ東方カトリック教会ウクライナ国内で最も有名なウクライナカトリック教会、西友ら大聖堂。ウクライナ東方カトリック教会は、キリスト教の一派でカトリック教会と完全な一致を保ちながら、 独立自治の立場にある東方天霊カトリック教会の一つ、ウクライナギリシアカトリック教会とも言う。この場合のギリシアは天霊様式と伝統がビザンティン天霊であることを指し、ラテン天霊のローマカトリック教会とは区別され、天霊は聖教会と同じ形式によって行う。ウクライナ東方カトリック教会は1596年、ポーランドリトアニア共和国で、 コンスタンティノポリ創主教の庇護下にあった、ウクライナの正教会の主教たちのうち2名を除く、東西教会合同に賛同する主教たちと、その支持者がカトリック教会との間にブレスト合同を成立させ、ローマ教皇の主導権を認め、ウクライナ及びベラルーシの正教会の相当数の教区、教会をカトリック教会と合同させたことによって誕生した教会である。 それによって、コンスタンティノポリス総主教庁の非語下にあった、キエフの不主教区は、ローマ教皇の管轄下に入り、広塚さ教区となった。18世紀には、ウクライナ・ベラルーシは、ロシア帝国領になると、ウクライナ東方カトリックは、ロシア帝国の国家的機関であった、ロシア正教会から、正教の裏切り者として厳しい弾圧を受けた。こうした、激しい弾圧を逃れるために、 1803年に、ウクライナ東方カトリック教会の本部は当時、オーストリア・ハンガリー帝国領だった西ウクライナのリビウに移された。その後、同地はポーランド領となった。第二次世界大戦によりこの地方がソ連領に編入されると、1946年に同教会はソ連当局に活動を禁止され、1989年末まで非合法状態に置かれた。 20世紀においてはそれのみならず、ポーランドでも弾圧された。共産主義政権下で行われた、ポーランド南東部からウクライナ系住民を強制移住させた民族浄化ともされるビスワ作戦においては、政教会と共に弾圧を受け、ウクライナ東方カトリック教会の聖職者たちは強制収容所に送られた。今のところ、ウクライナ西部、北部、リビウとキエフを中心に、 現在600万人の信徒がおり、東方天霊カトリック教会中最大の規模を持つ。また、ポーランドドイツカナダアメリカにもおびただしい信者がいる。2005年8月21日、大司教座を首都キエフに移転した。この移転は2004年10月に、ウクライナ東方カトリック教会の主教会議において決定され、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世によって祝福されたものである。 合わせて、皇位大司教の称号が、リビウ皇位大司教から、キエフ及び、ハリチ皇位大司教に変更された。ウクライナ東方カトリック教会は、皇位大司教座を総大司教座に格上げするヨーローマ、教皇庁に対して要求しているが、教皇庁は、この要求に応じていない。一方で、ウクライナ東方カトリック教会では、キエフ及び、ハリチ皇位大司教をすでに、 総大司教と呼ぶ傾向がある。現在の指導者は、キエフ及び、ハリチ公位大司教、スビアトスラブシェフチ区ク、前任者フザール数奇教の大位を受けて開催された、忍度において選出された。1970年生まれ、歴史的に、ウクライナ、東方カトリック教会は、様々な名称で知られている。それは、キーツ教会、ウクライナカトリック教会、 ウクライナビザンツ天霊カトリック教会などである。ギリシアカトリック教会という名称は、1774年にアルメニアカトリック教会特別をつけるために、ハプスブルク君主国のマリア・テレジアによって名付けられた。20世紀半ばまで、普遍のカトリック教会の公式書類においては、ウクライナ、東方カトリック教会が、エケレジア・ルースナ・ウニタと呼ばれていた。 1960年代からは、ウクライナカトリック教会という名称が使用され、現在は主に、ウクライナビザンツ天礼カトリック教会という名前が使われている。1999年、ウクライナカトリック教会の司教会議では、ウクライナカトリック教会を、キエフカトリック教会と改名する案が提起されていたことがある。フィラデルフィアにある、ウクライナカトリックの大聖堂。 ウクライナ、東方カトリック協会の公式サイトによれば、現在、教会内では次のような行政区分が存在する。ウクライナ、ポーランド、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、アメリカ、合衆国、ブラジル、アルゼンチン、オーストラリア2005年に、ウクライナ東方カトリック協会の行位大使教座が、キエフに移された際には、ロシア正教会はこれに反対し、モスクワ総主教アレクシー2世は、 移転を止めるようローマ教皇庁に要求した。なお、この移転が発表された直後の礼拝には、ウクライナ正教会、キエフ総主教庁と、ウクライナ独立正教会からは代表者が参加している。他方、2014年現在、ウクライナ東方カトリック教会と、ロシア正教会、及びその庇護下にある自主、管理協会、ウクライナ正教会との関係は、 険悪な場面ばかりではない。2014年7月に、モスクワ総主教長系ウクライナ正教会のキエフ府、主教、ボロディームイルが英民した際には、キエフ及び、ハリチ公位大主教スビアトスラブから、ツイートメッセージが発表された。また、ウクライナにおける、正教会は複数に分裂しているが、スビアトスラブ公位大主教は2014年10月に、 モスクワ総主教調兼ウクライナ正教会のみを正教会において合法とみなされている教会であるという認識も示している。ありがとうございます。